はい、あ、ちょっと早かったはい、どうも皆さんお久しぶりです、翼風呂です。というわけで、今日はねリフレックスのおすすめをちょっと喋っていこうかなと思います。なんで今回これ音声後撮りです。うん、今ね夜中の12時9分かなり夜ですが、ちょっとねあんまりこうトーン上げれないんですけど、喋っていきたい、みんなにこのリフレックスの良さを伝えたらな、伝えることができたらいいなと思います。というわけで、なんでこんなことをいきなり言い始めるかというと、実は前回投稿した動画、なんかバンディットとイエーガーからなんか英国が消えるかもしれないっていうね、そういう動画出したんですけど、これ実際本当に消えるのかな、なんかデマだっていうコメントくれてる方もいて、もう僕もどっちかよくわからなくなってきてるんですけど、まあとりあえず仮にね、仮に消えたとして、じゃあみんな何を使うかっていうのをすごくね送ってくれたんですけど、みんなね、ほとんどの人がホログラフィックサイトを使うってコメントくれました。ほら今ちょうど、あ、ショットガン終わっちゃった。今のショットガンね、ホログラフィックつけてたんですけど、そう、そのホログラフィックをね、もう英国がなくなるならホログラフィックで頑張るわっていう人がすごく多かったですね。でリフレックスって言ってくれた人もいなかったのかな、実際まだ見てないね。うん、このリフレックスというのはこの今 SMG11 についてるこのこれです、これこの緑のやつね。うん、これなんですけど、で今日はね、この今日流している動画、今これ流してるんですけど、この動画はねそのホロと、そういう皆さんからいっぱいまたコメントくれたんで、もう一回改めてホロとリフレックス両方使って確かめようってやって確かめてる時の動画です。はい、なんで、大体メインとサブでホロとリフレックス分けてる動画ですね。うん、なんですけど、でここで一つ皆さんに問いたい、ホロの愛用者の皆さん、全国の CG プレイヤー、ホロ愛用者の皆さん、リフレックス使ったことありますか？使ったことがあってもあまりそこまで深く使ったことがないっていう人が多分多いんじゃないでしょうか。僕もね最初実はホロ派なんだよねホロからやってるからね、ホロ英国リフレックスみたいな、そんな感じで使ってるんですけど、リフレックスってね最初めちゃくちゃ使いにくいんですよ。だってなんかコールオブデューティとかしててもバトルフィードとかでもこんななんか三角のサイトってなかったからね。うん、で あるのかな、まああっても多分使わないと思うんですよみんな。でもなんか実はそうだから、それで使いにくいって毛嫌いする人が多いんですけど、実際僕も大嫌いだった。なんでこんな三角でみんな打つんだと思ってね使ってたんですけど、でもねある時ちょっと天使が舞い降ります。一回でも使ってみようかっていうね。そうで一回使ってみたんですよ。で三角ないんけど、これ三角のどこに飛ぶかわからないって。なんかすげえ三角のは分かったけど、この三角のどこに飛ぶかわからんと使えんじゃんってことで、一回使って壁に向かって打ったんですよ。で大体三角の頂上の角、上の頂点っていうのかな、あれのちょっと下あたりに球飛ぶんですね。それが分かった瞬間もリフレックスの愛用者、もうそこからずーっとリフレックス、当倍サイトはリフレックス、だいたい優先順位があって英国リフレックスでレッドドットホロみたいな。あーでもレッドドットホロはどっちでもいいか、まあそんな感じ。うん、でなんでそのリフレックスがいいのかなんですけど、リフレックスってなんか構えた時の周り見れる、なんていうのかな、まあ、例えばホロだったらさ、こう構えた時に結構なんていうの、隠れるんですよ見てるところが、このフレームっていうのかな、ホログラフィックサイトので、結構隠れるし、しかも点と丸だからサイトが丸んとこにね遠距離とかなってくるとかぶってきて見えにくくなるんですよね、どうしても。うん、でもリフレックスだったらそのフレームも割と細め、うん、細めのフレームで、なおかつ真ん中の点も一つしかない、一つしかないんだけど、なんか三角になってて、でその上の方に飛ぶからなんか見やすいんですよね割と。うん、そう構えた時にちょっとね、ほらリフレックスとフロー今んとこ特にそうなんですけど、気持ちやっぱリフレックスの方が周りがよく見えるかなっていう。うん、で当倍1倍の当倍サイトだから、それもなんかなんていうのかな、英国だったらズームしすぎるから周り見えなくなるけど、リフレックスだから引いたズームが引いてる、なんかそれで周りも見れるというので、結構ね慣れたらこっち使いやすいんですよ。うん、今何分ぐらいだろうこれ、こういう、あ今5分だわ。
まだまだ時間あるな、どうしよう。もうここで終わっちゃうな。そう、この機会に皆さんもリフレックス使ってくださいということでね、そう、というわけで今回こんな感じの動画になりました。これね、この動画ね、最後も見てくれた人にも先ネタバレ言っちゃうんだけど、この動画最後めちゃめちゃ面白いっす。最後面白い、めちゃめちゃ、まあ、ウケる人はウケると思う。もうね、なんかもし興味がある方は、勝ったぐらいまで飛ばしてください。もし飛ばさず見てくれる方、見てちょうだい。10分ぐらいあるからね。というわけで今日はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。残りの動画あと4分ぐらいお楽しみください。で、最後勝った時のね、勝利特に見逃せないんで、ぜひ見ていただけたらなと思います。では皆さん、リフレックス使ってくださいね。慣れれば本当に強いから。やばい、じゃあこの辺で失礼します。またね、バイバイ。翼プロでした。今行くぞ。待ってろ。どこだ。カモカモ、そっちか。そうそうそう、赤コンじゃないよ。え、赤コン上の方。はい、上赤コン、上赤コン、行くぜ。あめ、やばい。じゃあ、アルタン、アルタン、ちょっと遅かった。嘘やろ。嘘やろ。あれだ。ナイスです。ナイスです。あと一発しかねえ。ショットガン。使いすぎし。一応知られた。どこにクレモーが置きます。クレモア、アスカさんの。あ、バチン来た。これ、あ、来た。なんだなんだこれ。赤子の隣の部屋、はいはい、入ってる。あ、トゥイッチ、やられる。あ、やられた。こっちにもいるな。上だ。オッケー、倒した。ナイス。ナイス。1。うん。ん？あ、クレーマー置いた。アメラが壊されて。クレーマー置くとしたらどこだろう。いる。あの、廊下。廊下にいる。3階通路にいる。3階ですか。下です。下1階だ。1階。あ、いや、場所変えますね、これ。あ、ラベリングした。いたな。上だ、3階に入る。上だ。来た。ん？行ってはいねえのか、2階から音がする。あ、下だ。2階だ。2階ですね。ネストラキュービー。ネストラキュービー。ネストメリットノーカー。投げ方。プリシン。ダメか。あ、いるいる。中にいますね。そっちはいけない。あそこで左だ。どこだ。いいね。中ですね。ネスビューでいいね。うわっ、怖え。あ、いた。奥です。奥だ。ベッドの方にいる。うわっ、いった。あ、奥、大丈夫です。これで走ってくる。アスカさん、走ってきますよ。腕いっ、ナイス、よし。ドラバサミじゃあ、バックディフューザー先落ちたんだね。おお、来た。お、うん。
ハハ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 ハ